それ聞きたいな。そこちょっと寄り道してもいいですか。その頑張る、もう完全に僕が個人的に聞きたいことなんですけど、頑張る頑張らないとかいうことをたまに考えちゃうんですけど、僕が踊りをやっていて、その頑張るとか、じゃあ元子さんだったら絵を描いてて、じゃあ頑張る時とかないでしょ。ないですか。ないでしょ。どういう感覚なんですかそれは。だって頑張るってやっぱ基本嫌いなんですね。頑張れない人なんですよ、まず。で頑張るってどういう意味か分かんない。なんか楽しければ自動的に一生懸命やってることを頑張るって言うんだったら頑張ります。私も、あ、そういう意味の頑張るというのなら、うん、頑張れるけど、 そうじゃなくて、なんかこう目的があって、そこにね、時間タイムリミットもあって、それで絶対やってねって言われたら、もう絶対断ります。ああ、そうなんですね。だってそんな楽しくないじゃないですか。楽しくないですよね、うん、だから楽しくて、自然に自分が結果として頑張ってるのはありだと、ああ、そっかそっかそっか、うんうん、やっぱ心の一番そこに楽しいがまずないのがあって、うん、そこから始まってるから、うん、こういう風になるんですよね、絵が。で、自分も心地よいし、気分がいいし、すっきりする。そうか、それがなんかこう、うん